で余裕やね。あおいやっしゃいや、おるおるおる早っ、いやこんな早かったっけこいつ、いや、うい、やばいってユニバ始まってもうたよっしゃさすがこれムービー最強やからあ誰次誰バルちゃんも出てきよったあ強いねんかな、こんなんできんねんや、うおーあーあー一発いった、アベンジャーズ逆アベンジャーズ、逆アベンジャーズやな、黒幕ですや、お死んだ死んだ、あー負け負け、もうスキルポイント振ってんの勝てへん勝てへん、こんなもん映画7本分やこんなそうよな、今から映画7本分きついなあ面白いよっしゃるべあれね、タイトル言ってなかったね、キーさんにもお前ねえこれ何のゲームですか、なんか終わるって言われえ何のゲームですかこれ、変半サボクありがとうございますゲームです、いきましょう、あー伸びた伸びた、大体わかるやろ、もう1ミリも反応してない、だから卵を5個集めるゲームなのよ、はい、卵を5個買うのかな厳密に言うと、はい、でまあ、卵奪い合い戦争なんです、はい、でキーさんがこのウサギでしょ、僕がこの、何やこれは。モグラ。ネズ、モグラか、モグラかネズミで。うん、こいつで、で、ここに、マップがあるでしょ、はい、で、このマップは、これと連動してます。はい。はい、で、まあ、大体わかると思うんだけど、この色の自分の舞台をこう、内緒でこっちに配置するんよ。はい。で、お互い攻撃し合うわけ。うん、ここじゃないんだろうかっていうふうに、これですね。これを使って、こういうふうに、攻撃していくわけよ。はい、はいはいはい。ほんで、外れば、このクレーターになるし、うん、当たれば、ズドンやし。ただ、でも、例えばこのでっかいのとか、こことかこうやって配置してたとするやん。内緒でやで、うん、こっちにな。配置してたとしたら、これだって9マス攻撃しちゃうんだ。倒れへんだよ。おぉ。でかいでしょ、これは。9体力がある。そう、意味的にはね。多分。多分いや、そういうこと。イメージ的にはそういうことよ。知らんけど。そういうこと。ほんなら、全員倒すと、こいつは現れんのよ、こうやって。おお。あ、9当たる。こっち、そう。これも、まあ、石やんか、これはな、うん。こっちに最初、このちっちゃい方を、こっちに内緒で入る。わかる。しとくんよ。ほんで、9与えると、こっちに出てくる。ドーンと出てくるわけ。死んだ。うん、そしたら、これは、こういう風に卵が置かれる。おこの卵置いてるやつでしょ、うん、この5つは卵を持ってんのよ、うん、そしたらキーさんは後で闇市場っていうところがあるんだけどまあ銀行です25円払うとこの卵をゲットできる、買うことができる、卵を5個買えば勝ち、勝ち、うん、相手の破壊し卵を買えば勝ち、基本的には、はい、あとそうこの舞台ごとに能力がいろいろありますわな、うん、まだですね、いかんせん僕ら英語ペーペーじゃないですか、だからそれマスター級でペーペーやから、それに関してはこっちにカードの効果いちいち書いてるので、あ、ジャパニーズでちゃんと書いてるので、僕もちゃんとこれは把握してないので、その都度聞いてください、あとこのシークレットウェポンっていうのもありますので、その都度聞いてください、大体大丈夫でしょ、つどつどそのゲームこれはね、とりあえず やってみようよっていうやつよ、そうでもまあプレイ時間45分やから、うん、これ1回しかできるかどうかの時間帯やから、ただ頼む、夜やから、うん、いややるよ、関係ないから、え、関係ないから関係ない、じゃあまずやっていきましょう、まず準備からです、はい、配置から始まるわけ、お互い内緒で、うん、あ、もう全部置くの、最初に全部に置きます、おい、そうなんです、いいじゃん、で面白いのがこの舞台、まあ最初でこうやって内緒でこっちに配置していかなんかない、見えない。これミニの方置くっていうイメージ、ミニの方置きます。
置くんやけども、面白いのが、配置したら、もうゲーム終了まで動かせへん。動かせへん。そらそうやね。うん。のに、あの、注意してください。はい、はい。で、この農場、このボードはですね、6つの地形からなってるんです。はい、牧草地がここかな多分やけど。うん、で、アヒルの池。池、はい。ラベンダー畑。あります。野菜畑。あります。石の道。うん、麦畑、うん、この6つになってます。これがなんでアヒルの池なのかはさっぱり分からないけど書いてるので、はい、はい、で、このこれが大きい舞台タイル、こっちが小さい舞台タイルと呼ばれます。で、舞台タイル各種類、まあ8種類あるやんか、 1,2,3,4,5,6,7,8、うん、でもトータルで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚あるでしょ、うんうん、2枚、これは2枚ずつやからさ、うん、まずこの10枚をちっちゃい方ね、ここに配置していきます、内緒で、はい。で、ここで並べ方の注意がありまして、それぞれの舞台タイルは縦横斜めの隣接はダメです。だから、これも NG ね。置くとき、こっちに置くとき。それは、これはあかんけど、うん。これはあかんけど、これはいい。いい。これはあかんけど、これもあかん。斜めもダメ。はい。そうですね。はい。っていう感じになってんのね。で、あと、回転もできません。この絵柄の向きで置いてください。うん、縦に置くとっていうようなイメージだし、ね、うん。そう、はい。っていうことかな。はい。で、ヒントで書いてるのは、このタイルをずらしてしまう恐れがある人、もしくは狐のようにずる賢いと言われてしまう人、ゲームの開始時に写真を撮っておくのをおすすめします。ああ、そういうことね。すごくずるしてんやつ、ね。ずれてしまうから、うん。まあ、とりあえず配置してみましょうかというところ。別に好きにやってんやんな。うん。わからんねえ。ごめんな、その後でもいい？カードの効果の説明、うん、ちょっとほんまにこれはこれを前に置いとった方が得かも、そうそうそう、そうそうそう、正直それはあるかもしれんけども、知らん、行こう、やってみようか。でもちょっと限られ、斜め置けへんで限られてくるよな、結構な、1個ずつ話すなあかんのやんな、うんうん、そう普通な、斜めは置けたりすんねんけど、こういうゲーム、これもかな、うん、難しいな、むずいむずい、これどうしたんや、ちょっとパズルやな、もうすでに、うん、こうで、はい、こんな感じでざっと10個の舞台ですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と配置してみました。縦横斜めに隣接せずに、まあいけるでしょう。以上、よっしゃ、お待たせしましたやりましょう、日変わる前にいけたで、なんとか、だから僕は好きなところとか連結して、僕はそしたらもうとりあえずもう絶対ここ置かんやろみたいなとこ置いとるから、絶対この辺や、はい、いいよ、なるほどね、はいはいはい、はい、どうぞ置いてください。そうね、そうやな、これ人気って強そうに見えて実際そうでもないもんね、なんかバラで3マスか宝くじでしょ、誰でいいな、ワンチャンこれでもいけるよ、1マス当たれば周り8マスどっかいけるやつ、あーなるやつ、これ1マスしか覚えていいんやつ、いけばね、いこう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 、どっか1マスでも当たればおお、頼む。で、おもろいやこれ。あ、でも意外とサクサクやね。オッケーオッケー。はい、で、めくりましょう。対決フェーズで、キーさんからかな。はい、どうぞ。当たってるかどうかなんですけれども、ここ当たってません。残念。これ書いてくる。うん。ここ。ゾン。当たりましたね。で、攻撃されたら、すべてのマスに命中する。うんうんうん。攻撃す。もう一マスしかないんじゃん、それやつやったら。もう確定当たりやろ、これ。イエーイ。軍資金、当たりました。だこれは、とりあえず、潰されたらやったっけ？ごめん、もう一回頼みます。はい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 。とりあえず、潰したらで、まずキーさん潰したので、うん、
20円入るんですよね。はい、いただいておきますね、うん、さっき。これ最初は0円スタート。ごめん、0円スタート。おはい。でこの宝箱の効果何だろう。こいつの効果、潰されたら、潰したら、潰破壊した人、軍資金を破壊した敵は、表向きの秘密兵器カード3枚のうち1枚を獲得します。やからキーさんやなそれよなそりゃそうやはい。でさらによ、こいつの効果、あごめん、これ後やな、さっきこいつの効果つかなかったな、多分な。あいい、そうやな、そうやな、厳密に。でその効果は何やったっけ。こいつよ、当たったら2の1マス置きます。うん、よっしゃ来いや。ならこいつが当たったらさらに周りの4マスも行きますと。だここや、橋攻めしとるはずや。ここね、はい、なるほど。どうぞ。これはさすがにねはい、あーなるほどなるほど、理解理解。で終わりやね。 OK、 とりあえず。はい、あ俺がどうすかまあ赤いよね意外と。あ、マジ当たった。適当なのに。で、あくまでこの周りの8マスやからね。何が当たってんやろ。だから、こういうことになるってこと、うん、あ、そうやね、そうやね。こういうこと。いる場所だけやね。えっく。ありすぎでは。これどうなんの、こっから。これどうしていいの、攻撃するってこと。なんかこうチップもらわなあかんのじゃんかな。あ、そうか、そうか、そうか。直ちに攻撃しますやるから、うん、チップください。かっぱ、こういうことよね。はい。あでも死んでない。結構でかいの置いとんなってことは、じゃあこれじゃないってことやもんな、単純に話な。おげえ、来たんちゃう。はい、どうぞ。これで終わりやで、一応ターン。そうか、破壊しきらな、これはもらわれへんもんね。そうやな。いいっすか、どうぞ。はい、核爆弾いきますこの辺、この辺とりあえずその辺とりあえずな。はい、行きますきついわ。いや、もうこれ角つぼそか、もう絶対角置いてるから、絶対角置いてるから、角つぶしとこうか、先。くそ。当たったやんな。当たってます。ちゅうことは、これが発動するやろ。来てます、見えんな。来てます。じゃあもう絶対、こうです。こうやんな。で、こうなって、でなおかつ、こうなって、で、こうなって、よし。これはラッキーやったな。これ動かしたらね、こっちや、こうやね。で卵が置いておくと、置かれると、でなおかつこいつが死んだ。死んだ。よしよし、いいんじゃない。これが545で。あ、そうかそうかそうか、もらえ、あーやったー、でかい。いいんじゃね。はい、で僕のターン、うん、はい、じゃあまずこう、ここな。攻撃カードの方がいいかな。いや、いいよ。え、全部マズレマジで。もう一応ちゃんとやっとくと、こう、こう、こうの、うん、あ、おった、なんか変わった、なんじゃすいません、なんかボンですね、これは完全に。で、これがこうなって、じゃこれ置いとかなんか。あ、そうか、そうか、そうか。で、これで5、6、30円もらいます。うん、これ出てないね。うん、見てみよう。キャノン砲、うん、標的の決定フェーズ、舞台を使わずに任意の6マスに標的マーク配置。強っ。もう終盤とか地獄。これさ、いいね、バランス崩壊系やな、これな。ええな、ええな、このゲーム。これ後、今じゃないかもしれんけど、これ後々はやばいな。今はもったいないかもしれない。なんでも、
な、これめっちゃイヤイヤするな、これ。おもろおもろ。オッケーオッケーオッケー。で、オッケーオッケー。なんか一個のもう手がかりは欲しいから、やっぱり。やばいって、もう。そういうの良くないよ。でもとりあえず角攻めとかオセロオセロオセロと一緒角コンタ強い角コンタ強いあとこの辺はいはいなるほどね、そうかそうかで、終わりうん頼むで、ほんまに一マスでも当たってるとはお、いったいったくっそー出てる何やねんいや、5円欲しいねんな5円あれば、買えんねんすねそうですよね、せえねお金ないもんねうんこれ、はい、心も呼んでお願いこれこれはこれはね、どれかあ、賄賂はい闇市場、はい銀行に50円払って任意の敵のついたての上にある卵1枚を娘もマジででかないそれ50円やったら取れるってことうんゲーム決めれるでこっから取れんのでかいよなやばいやばい OK50 円しかもうんはいキーさん戦後かな、はい、いやこれむずいなこっからこれも情報なくなったからで今整理するキーさんの推理なまずですね、まずですねもうここはもう全て死んでいるわけですよもうラベンダーはせやな、置かれへんからな、俺はな。何も見る余裕はない。ない、そこは大丈夫。さらに、ここ、うん、はいはい、死んでいるわけです。はい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 。せやな。となると、隣接してるから、うん。ここはまだ怪しいです。うん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 。ただ、俺が思うには、もうすべてこっちに寄っていると。こっちに。ここが。なるほど。というわけでありまして。うん、あれこの辺の可能性はないのないです、ないです。これ行かせていただきます。それなやったっけ?こちら、4発打たせていただきまして。ランダム4発?はい。なおかつですね、当たると5円いただきますんで。マックス5円やんな?ただな。あ、オッケーオッケー。あ、わからん。ちょっと、読んで。そうね。5シーフ以上は盗めないので、はい、一発、何発当たろうか5円。行かせていただきます。行ってくれ。うん。なるほど。で、ここも言っとくよ。なるほどね。なるほどね。さあ。で、これね。いやーでかい。え、しかも何も死なんの?死なん。だいぶでかい。これはでかいの取られたなーって感じをしてるな。俺の渾身の推理を。しかも、追加効果ありますから、そいつ。当てたらもう一発いけますから、攻撃。ランダムでね。はい、うん。どっちかは当たってるやろ、せやんな、せやんな。うん。なるほど。よし。じゃあ、え嘘やろちょっとやめてや頼むでほんまはいじゃあもう一発ちょっと当てさせていただきますね、はいはいはい、こいつの効果で当たったのでまあ単純にいけばまあまあまあここは絶対大丈夫やわなうんうんオッケーオッケー以上よっしゃおもろなってきたただなキーさん俺のこっからですよあっかわいいカクマクだ忘れてた忘れてたやろ持っとるんですわ行くべドクロベーカーでねまあもうここはええわなとりあえず、まあなうわもうこれはみ出したらあかんのかなまあでもまあ好きに置けるまあいったここよね必然的にねこっちが大きいよなこれ大事よこの二択割とせやなこっちやな。もうファイナルアンス。ファイナルアンス。しな。ファイナルアンス。オッケー。ええねんな、ええねんな。はい、僕行きますか。かわいい、かわいい。それ大事やな。はい。一回の手番で黙る。読みます。はい。お願いします。
標的の決定フェーズ、まあもしくは及び解決フェーズ、まあいつでも、はい、自分の手番中であれば、はい、闇市場、はい、まあ、闇市場じゃなくても、はい、破壊された、はい、敵部隊の卵チップを何度でも購入できます。きた。だから最強か。これやな、50円で。はい。さすがやね。あ、うめえ。いや、もうこれ、すべてがここにある。いや、これはすごい。よう当てたなと思う、うん。もうこれに引っかかってたもんね、今のは、うん。これはいいっすね。めっちゃいい勝負やったな。めっちゃいい勝負。で、キーさんが何体診断 ?1,2,3,4 で、俺が 1,2,3,4,5 か。あ、でもこれも診断か。うん。あ、だから一緒やな。5対1。これ一緒や、これ一緒や。これ行こうか。よいしょ。うーわ。あっぶな。うわ、ほぼ行ってんな、ちゃんとな。もうこことか俺全然当てられへんから、めっちゃラッキーやからね、これ。いや、そうやね、そうやね。遅かったやな。うん、全然バレへんかったもん。うんうん。これ最初一撃、怒りかけたんやばかった。せやな、せやな。あと一個ずれとったらもう全然。うん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 。これいいっすね。好みやな。ここ三連単とかめっちゃおもろかった。ない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 言うて。ほんで結局ここも。そう、ないけど。怪しいとか言うけど。ない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 。いやでもやっぱ核爆弾が一番おもろいな、盛り上がりとして。めっちゃおもろい。うーわ、なるから。面白い、これ。はい。いいね。そう。いいね。めっさ疲れたけど、これは。電池？あ、これ大丈夫。いやめっさ疲れたけど、めっさもだった。おもろいな、これはいいね。いやー、出した、出した。いやこれなんていけない。これなんていけない。これ結局結局は何？変ハウス。うん。変ハウスハモック。もうよくわからんけど、とりあえずよき。いやおもろかったな。いやほんまにおもろかった。これおもろかったね。ほんまにおもろかった。よし。じゃあ、ギーさん行ってくるわ。はい。頑張ってくれ。もうないで。もう、何がないの？会うことはもうないよ。ああ、そういうこと。もうだって、見たやろ。一発クリアやから。そうやね、このまま行くとね。エレクトロと、あれ、ワルチャー。ネオギ一発クリアやから。あ、そうやった。うん、エレクト一発か。でも次、ライノとかもおるから。違う違う、あんな。あの、最野郎はもう。よっしゃ。まあ、なんやがや俺帰ったらまたキーさんおると思ってるけど、まあまあ。犯罪者倒して追ってくれることを楽しみにしてるわ。よし。ほらほら、行ってきますわ。はい、いいっす。いいっす、頑張って。いいっす。